ドラゴンクエスト8、空と水と大地と呪われし姫君。続きやっていきたいと思います。こっからですね。さあ、では行きましょう。コメント一ついきます。谷サチロさんでいいのかな？読み方間違ってたらすいません。僕もドラクエ8しています。まだククールを仲間にしたところで止まっています。千早さんは何かドラクエ8のキャラのモノマネはできますか？あと、お体に気をつけてくださいねというコメントいただきました。あれはできるって言っていいのかな。お、いるんだな。ドルマゲスの悲しいなってやつはあれは、モノマネって言っていいのかな。全然クオリティが低いから残念な感じですけど、一応やったっちゃやりましたけども、って感じですね。さあ、なんかそれっぽいとこつきましたね。汝の背を見つめる4つの像は、神に深い悲しみを捧げるべく、4人の巡礼者、長い旅を経た4人の巡礼者である。道に迷いし、巡礼者に大いなる闇の魔物。お、回復した。ありがとう。これあれでしょ？止まっちゃいけないやつでしょ？後ろ振り向いちゃいけないやつなんでしょ？ぐるーって回り続けるんじゃなかったかな、確か。違ったっけな。とりあえず自分を信じて回ってみます。逆回りとかだったら辛いけどね。視点がちょっと悪いのか。ほら、合ってる合ってる。完全に変わりましたもんね。前見えないのやだ。これで多分大丈夫そう。あともう一周もすれば多分。新乾杯戦が。あれ？切れてる？もしかして。多分ね、階段がそのうち出てくると思います。多分3周すんのかな？一周でガラッとか、だから多分今のとこですね。左端画面に切れちゃったけど、多分あそこに出てくる。道中何かがあるわけではないのかな？ないっぽいね。すげえな、この螺旋どうなってんだろうね。同じフロアぐるぐる回ってるだけなのに、これはすげえわ。風景が変わるっていうのは、ほら、ほらって言ったら今みんな見えてないんだけど、マップ上にはね、下り階段が発生してます。ほーらね。これで先に進めます。おお、それっぽい。これボスだよな、多分。あ、まだか。まだ続くか。いや、でももう、言っちゃあれだけど、エスターク出てきそうな感じの雰囲気。エスターク臭がするわ。お。おお、なんかいる。待ちかねたぞ。幾度となく我が行く手を遮ろうとした愚かなる者たちよ。我こそは暗黒神ラプソーン。この身を取り戻すために思えば随分長い旅をしたものだ。思った以上に可愛い感じの見た目。旅の途中、お互い幾度もの悲しみを味わったな。だが人間よ、今は共に喜び合おうではないか。この光の世界と闇の世界はたった今より一つの世界となり、新たなる神を迎えるのだ。新たなる神の名は暗黒神ラプソーン。さあ我をあがめよ。身を引き裂くような激しい悲しみを我に捧げるがいい。はい、ということでラプソーン戦です。あれ、なんか思った以上に可愛くねって思った方多いと思うんだけど、初見の方は。あれ、こんなだったかな。メレサセロでいきましょう。速さは普通でいきたいと思います。そうですね、チーム呼びとかもできるんだよね。
いろいろできるあれが広いんだよな。どうしよう。何しよう。何しよう。貯める。ね、できることが多すぎてね、ピオリム、フワーハー。そうですね、ここはタンバリンでいいでしょう。ゲルダは何ができるのさ。ピオリムがある。ザオリク的なものあるんですね。精霊の舞。へえ、知らなかった。下っ端呼びとかちょっと見てみたいよね。波紋演武。波紋攻撃、水系によく効く。まあ、下っ端呼びちょっとやってみる。ランドインパクト。魔人の金槌。マインドブレイク。守備力を下げる。モリーファイヤー。テンションが1、2段階上昇。すげえな。運が良ければもう主人公一気に100まで行くってことだよね、これ。おお、2段階上がった、本当に。これがスタッフ指か。あ、結構強い。テンション関係なしだね。そして溜まりきる。一旦で100まで溜まんのか。これ強えな。モリ強いな。すげえな。凍える吹雪か。じゃあ、フバハ一回撃っとくか。メラゾーマ。多分、凍てつく波動はあると思うんで、モリかなり使えるな。主人公が回復屋なのに、回復役なのに攻めの一手っていうのが、非常に残念だけど。ジェシカでフバハ撃ちたいけど、あーでもまあ、サミダレの頭だけだもんな。バイキルトかけてもな。じゃあ、フバハかけときましょうか。ゲルダは、あ、ゲルダは一応ベホマがあるのか。精霊の舞じゃなくて、下っ端呼び、まあ強いかって感じですね。そしたら一旦ここは、モリ殺したくないんで、回復に回して。あ、モリ、あ、でもモリ負けてるね、素早さが多分。じゃあ、モリエールでいいや。だから主人公に撃っときゃいいんだろ。モリ先動くなよ。やめろよ。やめろよ。主人公行けよ。なんでよ。なんでよ。もう100以上ないよ。いいダメージだ。990、素晴らしい。通常攻撃。いや、強っ。イオナズ強いなぁ。それは無理だわ。精霊のギガデインとかそんな強くないっしょ多分。そうですね。じゃあまあ世界中の葉使っちゃおうか。誰で使うよ。いいか。主人公を使ってタンバリンでモリエールでいきましょう。あ、一段階アップですね。そっか、さっきのは会心だったか。ん？眠らされる？あー、ジェシカが眠らされたか。これ、主人公一旦回復に回ります。ゲルダさんはそうですね。何しよっか。ゲルダさん食べますか。主人公にモリエールで。5。モリエール。100まで上がるか。あ、50ですね。タンバリンないとちょっと辛いなぁ。メラゾーマ。ジェシカに通常攻撃が入ればなぁ。目覚めるんだけどな。凍える吹雪。まあ、ここは、主人公攻めますか。そうですね。サミダレ好きのゲルダ貯める。あ、モリーフレッシュとかあるんだな。モリー超強くないか。モリーすごいな。モリーすごい優秀。モリーフレッシュ。フレッシュ。フレッシュ。あ、違うじゃん。モリーがフレッシュするんじゃん。なんだ。
みんな、あれしてくれるわけじゃないのね。あー、効くなー。貯めます。味方一人のテンション、自分にかかった状態以上か。ほんとだ。ちゃんと読まなかった、俺が悪い。さっきからゲルダが殺されるんだよなー。これザオリクする意味あるか？まあ、あるか。ゲルダが精霊の前覚えてんのに、ゲルダが死んじゃうんだよな。これ辛いですね。なんとかなんないかな。あと、ゼシカを眠りから覚まさないと、テンションの上がりが悪くなるから、勝負がきつくなるな。リオナーズ。一旦回復するか、みんな。レフォーマーズン。貯める、モリエールと。お、ジェシカ目覚めた。これはうまい。5。モリエール。これ強いよな。2段階上がったら本当に強いぞ、これ。これ強いよね。覚える吹雪。いいね。食らってから全回復できる。ジェシカ死なないでね。あ、いてつく波動。ここできた。まあいいでしょう。レフォーマーズ。主人公は MP の消費がすごい少なく済むんだよね。勇気スキル上げたおかげで。貯めるモリエル。だから、回復役としてすごい優秀。レホマズン連打できるもんね。モリエル。50まで一気に上がれ。20。凍える吹雪。あんまり意識しなくていいのかな。あ、でも結構食らってるか、それでも。これで50。主人公攻めます。サミダレ好きいきます。タンバリいきます。ゲルダも攻めます。一番いい攻撃はどれだ？これかな？扇の舞かな？モリーも攻めますか。OK。予定通り。ゼシカが一番最初に動く。うん、でも強い。570に入ってくれれば相当でしょう。878。マインドブレイク。これはいまいちか。イオナズ。凍える吹雪。次、主人公先動いてくれるかな？どうかな？ちょっと怖いね。レフォーマーズン。タンバリン。タメル。モリエール。戦い方はでもかなり安定するな。やっぱこれだな。ゲルダがもう少し耐久力高めてくれれば、かなり安定しますね、このパーティー。まあ、ゲルダはだからククールとか、戦闘においては、ゲルダはあんまりなのかもしれないな。どうなんだろうな。通常攻撃。杖。まばゆい光？あー、目がくらむのか。一番くらんで欲しくない二人がぴったりくらっちゃったね、今のはね。こうなるとどうするかな。一回だけ、これ外してやってみたいかも。あー、でも聖剣好きか。まあ、いっか。聖剣好き。タンバリン。地震で回復。モリエル。聖剣好きもでもあれだよね。言うて。ああ、そうか。マヌーさんの効果は入るもんね。モリエル。上がりきらなかった。上がらないパターンもあるのか。ゴエル復帰。ジェシカとモリー攻めに回すかな。貯める。メラゾーマ。貯める。もやー、モリエル。自分自身にモリエル。そっか、今ゲルダ50状態か。50まで貯まる。メラゾーマ。いいダメージだ。
こいつなかなかヒットポイントあるね。たまらないのは何？マヌーサのせい。あ、でもマヌーサ消えた。凍てつく波動、このタイミングで。まあ、凍てつく波動は全然いいや。タンバリンとモリエールがあるから全然大丈夫だ。マヌーサも消えましたし。これはいいぞ。50まで一気に行け。よしよしよし。オッケーオッケーオッケー。いいよ。レフォーマーズ。今だいたい2500くらい食らわせてるはずなんで、もうすぐ倒せると思うんだけどな。意外と時間かかってる？ビオナズン。そうですね。主人公まだ20しか溜まってないから、じゃあベホマズン、タンバリン、タメル、モリエル。お、来た。ゲルダ 100%。クリリンのことかー。かっけえ。赤いゲルダさんかっこいい。モリエール。お、たまった。 100% だ。よーし、いいぞ。あ、上がりきらなかった。そうですか。うわ、強っ。回復できるのがゲルダさん。じゃあしょうがないですね。これは自分で回復しよう。タンバリンからの扇の舞。モリーも攻めます。シールド、ランドインパクト。一回これ見てみたいよね。ランドインパクト。おお、1143？ 強っ。なんか玉っころになっちゃったけど、液状か。お、全回復。